かなり知名度もあるね。いや知名度もめちゃあるんじゃん。めちゃくちゃありますよ。他のも見てるんだ。さあどうしようかな。いらっしゃいませ。バーガーショップ原西へようこそ。ご注文はお決まりになりましたか？なんか新メニューあります。あ、新メニューでございますか。そうですね、ダブルタラコバーガーっていうのどうですか？いやちょっと他ので。他のこういうのあんまり好きじゃない。そうですね、男の人ボリュームがあった方がいいですからね。じゃあね、ビッグフェイスいかがですか？ちょっと他のっすね。これもあんまり。そうですね。でしたらですね、貯金100億円バーガーっていうのどうですか？100億円ですか？はい。もっとわかる？もっとあるやろ。正直言ってみ。いやちょっと高すぎる。高いっす。山崎パン？いりません。あ、全然わかんないこれ。全然わかんない。なんかチーズ嫁千秋バーガーっていうのどうですか？チーズ嫁千秋バーガー。え、バーガーに千秋が入ってる？入ってないです。入ってんのは千秋の旦那ですがチーズまみれで入ってるんですけど、それとは別に千秋のエルがついてますけど。いやちょっと何それ。意味が分からない。意味が分からない。何言ってんの分からへん。何もありますよ。何カレーとかついてるんですか？カレーはついてきませんね。マックシャクレーがついてきますね。バニラの。いやもういいです、いいです。すいません、考えようか。入れてや。これはあかんわ。ちょっとほんまに面白かったです、ね、今なんか普通にネタやったな。普通にちょっとそういう意味でもちょっと面白かったですね。千秋がついて、もうちょっと何言ってるか分かるようにしてくれへんかな。浜田さんツッコミで笑ってしまいました。なんであいつちょっと上がってんの？ちょっと上がってますね。でも結構来てましたよ今。来てるな。結構これすごい。2回でこれはな、いけばすごいですよこれ。ミスター原西のイリュージョンの世界へようこそ。まずご覧ください、シルクハット。中には何も入ってませんね。この中から今日はそうですね、レモンを出したいと思います。いきます。それ、次はこちら、カードを使ったマジックをしてみたいと思います。松本さん、自分の好きなタイミングでストップコールをよろしくお願いします。ストップ。いや、ストップです。浜田さん、ストップコールよろしくお願いします。はい、ストップ。ナイスストップ。今から私見てませんよね。このカードを当ててみたいと思います。マークからいきましょう。スペードのノーハート。イエス。数字が2アップ3アップ12ダウン10ダウン9ダウン7アップ。Unbelievable。 ハートの8。 Unbelievable。 ハートの8。 Unbelievable。 はい、見事正解しました。さあ、いよいよ最後のマジックです。このトマトジュースを一瞬で消してみせましょう。いきますよ。レディーはい、3分の1で破りました。ありがとうございました。イリュージョンの世界でした。山崎、うん、サキさん、最初かそうもんな。
入っているところが笑いもらえてるんですもん。あれは我慢できんな。普通になんかもうルミネの客みたいな普通に荒れてるもん。ルミネのいい客ですよ。